どういうことだろう。とりあえず、ここは、こっちで。死んだね。いきます。さあ、まずは、やっぱり動かない方がいいんじゃないか。どうなんだ、ここ、ここ。じゃあはい、どうも、マリモです。では、今日はマリオメーカー2トロールプレイ動画やっていきましょう。ということで、ですね、コースをもらったわけではないんだけど、以前、もらったコースから、職人 ID を使って、職人 ID、まあ、職人のところを選択をして、別の投稿したコースを見させていただいたところ、まだトロールコースがあったので、ユンさんのコースを遊ばせていただきたいと思います。で、ザ・インジブルトロールバージョン2という、ピンクコインコースなのかな?を遊ばせていただきたいと思います。では、やっていきましょう。レッツゴー。さあ、まずは、あれ?何もすることない?これ。よーっとー!おー、おー、おー。動かなかったら正解だった。びっくりしたー。なんか考えると、すぐわかるかもみたいなこと書いてあったな。どういうことだろう。とりあえず、ここは、こっちで。死んだね。じゃあ、まず、ここは動かなくていいわけだね。動かないでいると、ここにキノコがちょうど降ってくるわけだ。さあ、問題はこの次だね。あれ、ちょっと待って。てか、考えとって言ったけどさ、この上とか案外なんかあったり、あーないか。え、この上砕けるとかはないね。え、これ、一回右行っても多分何も、あ、変わったわ。何も変わんねえよねって思ったら変わったわ。じゃあ行きましょう。あ、なるほど、なるほど。これで、ピンクコインコースに入りますということですね。チョロップ可愛いんだけど。チョロップそんなことになるのこれ。へえ。はい、とりあえず中間入って、じゃあ行きましょう。さあ、まずどっから行こうかなーってことで、扉から行ってみようかな。なんとなく。いや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 、これどうなってんの?あ、いいんだ。で、これ普通に、こうしちゃっていいの?うわ、どっちだ?左側行ける?いや、でも、これ砕けたのに何にも変わんなかったが、左側なん、多分なんもないんじゃないかな。上、そのまま行っちゃっていいのかな?上行くか。よいしょ。さあ、ここどうだ?何がある ?No. あ、さらに上があるんだ。あー、なるほどね。そういう感じ。あれ?ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、当たった当たった。オッケーオッケー。というわけで、もう一回やってみよう。じゃあ、まずここで上行けるわけだね。で、それで、右行くと、土管に入ると。で、その先に、ゴールでした。ナイス。なるほど、なるほど。こんな感じで行くのね。はい、じゃあ次、扉もう一個やっちゃおうかな。というわけで、こっち行ってみましょう。で、ここは?あ、危ない危ないここにさ、雲あるけど、ここ1マスしかないから取れないよね、多分ね。まあでもちょっとそれ試してみたいわ、試してみたいな。多分右上ではない気がするんだけど、どうだろう。大丈夫かこれ。ほっすいいや、ちょっと危なかった、危なかった、今。ああ。待って、ちょっと待って。スピード調整、スピード調整。ここで、どうだ?ああ、でもやっぱ雲取れないんだね。このでっかい状態。でっかい状態使い1マスしかないと。多分ダメだから、じゃあ仕方ない。戻ります。で、ほい。オッケー。で、これを、ほいと、投げると。で、ここがさ、入れるんだけどさ、P スイッチどこ行ったんですかっていう話なわけでね。また上通れるとか?レッツゴー。あー、ダメだ、ないね。っていうことは、どっかに P が隠されてるんだろうな。どこにあるんだろう。やっぱりあの雲どうにかできんのかな?ちょ、P に変わってた、びっくりした。あ、これ一気に行けってことか。そういうことなのか。あ。というわけで、ここはもう、一気にダッシュだね。せーい!で、これで取って、入る。オッケー、入れた。え、これ当たり?違うよね。ですよね。頑張ってきたけど、こんな風でした。あ、ガリガリんとこやっぱ入れるんだ。そもそもが。なるほど、そうなってんのか。そういう形か。さあ、慌てなくていいので、まずはここで、はい、下に入ると。で、それで、土管入ると、よし、ここに出た。はい、ピンクコインゲット。
はい、では扉を2つやったので、じゃあ今度土管入ってみよう。ではこっちの土管から行きます。さあ、まずは、やっぱり動かない方がいいんじゃないか？どうなんだ？ここ、ここ。じゃあ勘は悪くなかったんだけど、ここ一回叩いて、これは何だろう？あ、1アップか。あ、でもこれ、あれだね。一回上出さないとさすがに届かないだろうから、こいつは出しちゃって、ほいっと。で、道順確認。まあ、ダッシュジャンプであの5マスは多分届くはずだよね。よし。これは単純に、一気に、急ぐ系のコースだろ。レッツゴーだ。これで取って、まあでも多分外れんだよね、きっとね。外れてどんなとこに答えがあったかだよね。ヒント。え、ここ？この辺にツタがある？そういうこと？あ、違う、土管か。どの辺？いや、マジでどの辺これ。どんぐらいの場所？P 踏んで、右から3つ目ぐらいかなの土管に入れるってことだね。で、あと、さ、多分ね、この1アップキノコ流したらわかるんかな。あ、そういう感じ。はい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 。あ、あそこね、オッケーオッケー。え、ちょっと待って、押されんの？びっくりしたよ、今。なるほど、なるほど。じゃあ、ここで、これに入れるんだね。で、これもうゴールかな？オッケーオッケーオッケー。赤コインゲット。で、これで進むと。さあ、で、あとはここですね。ここ入りたいと思います。はい、まずはシャキーンと。おや？あー。なるほど、なるほど。いや、なんかいろいろ落ちてきてんな。え、何？何が落ちてきてんの？今の。まあ、とりあえず、これ大丈夫だよね。もういけるよね。おや？え？今落ちてきたものがなんか必要っていうことですか？え、それともなんか違うのか、こう。こっちは？あ、ちょっと、そうかね。ほい！あ、なんもない。え、なんか落ちてきてたものが大事なもんだったってこと？え、どういうことこれ。え、そして死ねるこれ。あ、死ねた。まずはこれ上上がってみて、あ、でもなんかブロックが、あ、ハテナブロックが落ちてきてたか。え、じゃあそもそもこれ、なんか違うんじゃないか、やっぱり俺。今見たらさ、なんかヒントあるね、これね。リフトのどっかに、まず下に入れる土管がありそうなのと、このメットの上？どういうことだろう。もしかしてこれ、ツタと一緒に登ってかないと途中で消えちゃう的な感じだね。そういうことだったのか、これいけなかった。なるほどね。で、よいしょと。で、これでいけると。んで、上もあるけど、上なんか、ブロック見えるし、違うな。多分下だよね。ヒントこっちだったけど、これはきっと違うやつ。はい、道ありません。残念でした。危ない危ない危ない。行き過ぎるよ、また。あ、てか、ここに道あるじゃん。ここにどっかあるじゃん。これかな？入れって書いてあったの。多分これだよね。行ってみよう。あー、正解やったー、見っけたゴールー。はい、というわけで、ここに来ましたが、これ鍵開けてもゴールかな？どうかな？ちょっと、最後に即死しないで気をつけよう。レッツゴー。いけるよね、きっと大丈夫だよね。もうあとゴールだと思うんだ。ゴールだと思うんだ。ゴールだ！いやー、今回もいい構成者って、ツルツル滑ってていけない。ちょっと待って。ちょっと待って、もう一回。で、これで、入れば OK と。はい、というわけで、コースクリアです。ありがとうございました。いや、短いじゃあ短いけど、いいコースだったね。いや、やっぱ、作り方うまいっすわ。はい、というわけで、いいねを押して、コースを出ましょうと言いたいところなんだけど、最後のね、ちょっと感想だけ。4つ目で入った最後のね、場所がね、本当になかなかクリアできなくて、なんでツタ途中で止まってんだろうなーって考えたら、そういうことかってやっと理解をしてね、なんとかクリアすることができました。まあ、とにかく楽しませていただきました。ありがとうございました。はい、で、今回こちらのコースも挑戦したんですけど、こちらのコースがね、難しくてクリアできなくて、まあ、ちょっとね、動画化できないなって思ったので、ユンさんの方のコースを遊ばせていただいて動画化という形を取らせていただきました。
で、またちょっと挑戦してみて、クリアができた時には改めてですね、動画にして、公開をしていきたいと思います。せっかくね、いいシーンがたくさん撮れたので、使いたいってのもあるしね。とりあえずまた挑戦させていただきます。ありがとうございました。はい、ではスタートしていきましょう。でね、ギミックコース当たっちゃってんだよね。これ絶対さ、一人でやるようなゲームとか、コースでしょ。ちょ、邪魔なのよ、まず。はい、先行かせていただきましょう。で、ここは？あ、撃たれた。なんてこったい。あ、で、これ、あれだね、絶対、違う生き方してんね、さっきから。誰だ、オンオフをしたのは。え、しかもこれ、チップじゃないといけなくない俺。終わったー。絶対終わった。え、でも、これ、あ、でもこれ、こっちだ。ラッキー。ラッキー。そう、ラッキー。なんか勝っちゃったんだけど。これさあ、今度は普通のコースっぽいぞ。これは駆け抜けちゃってった方がいいんじゃないか。みんな駆け抜けてってんね。そして若干楽になる。やめでちょっと待って、キノピコ、あ、キノピオも生きてるわ。よいしょ。あー、もうさすがにゴールされるか。スタンダードコースだもんね。そりゃそうだよね。んってコース名なんかちょっと怪しいぞこれ。んってコース名だけど、これみんなでやるコースじゃないんじゃないの、また。ちょ、あー待ってるんだけど、どういうことこれ。あ、ちょ、お前ら。あー、そういうことですか。くっそいや、これどういうこと。あー、待って全員死んでる見事に騙されてる、これ。あ、しかも復活そう来るか。これみんなを投げとかないといけないね。よし、あ、行ったけど、バカ、なんで俺左行ったの今。アホじゃねえのいやー、右行ってれば勝ったね。一番上、先に上行ったもんね。はい、というわけで今回動画は以上となります。で、トロールコースの動画出してるわけですが、トロールコースをですね、配信の時にコメントでいただいて、それで遊ばせていただいてましたが、一応ストックは多分なくなったかなっていう。ただまあ、もしやってないよっていうコースがあったら、それはまたね、この動画でだったり配信でだったりで構いませんので、コメントでこのコースやってくださいっていうのを改めて教えていただければと思います。それからですね、トロールコース結構投稿してる人が、コメントでコース、他のコースね、くれた人たちで結構いらっしゃるので、まあ、そういった方々のコースも遊ばせていただこうかななんて考えております。また次回の動画でもお会いしましょう。あと配信の方でもよかったらコメントください。では、楽しいと感じていただけたら、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。